どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいています。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談でもやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、言うことを聞きません、聞かせようとするとうなって怒ります、愛犬からバカにされているような気がします、どうしたらいいですか、ということで、たまにね聞きますよね、ワンちゃんが私たちのことをバカにしてるんじゃないか説ありますよね。じゃあそういったことってねあるのかなっていうところからね、お話をしていきたいと思います。ワンちゃんたちからすると、人って愛犬が言うことを聞かないとか、ちょっとしたことで怒るとかっていうのってバカにしているっていう見方をすることが多いんですけども、でも実際はワンちゃんたちってバカにしてるっていうよりも、私たちはバカにされてるって感じる時って大きく分けると2つあるんじゃないかなと思っていて、1つはワンちゃんが何かしてほしいことがあって、その意思を突き通そうとすること、例えば遊んでほしいとか、おもちゃ持ってきて遊んでって言って遊んでくんないから怒るとかね、何かしてほしいことがあって、それが叶わないのを何とかして叶えようとする行動がバカにしているって言われることが多いんじゃないかなと思うのと、2つ目としては本当に嫌がってるだけ、例えば爪切りするときに爪切りが嫌で怒りますで、人をバカにしているじゃなくて、単純に本当に爪切りされるのが嫌っていうだけですね。そういったパターンの方が多いんじゃないかなと思っていて、まず1つ目のですね、ワンちゃんが人のことをバカにしているって感じるときに、意思を突き通そうとワンちゃんが何かをするっていう時に、そういった行動が出ちゃうよっていう子たちの場合は、バカにしてるわけじゃなくって、自分たちのしたいことを突き通していくわけだから、それができなければそういった行動って出ません。なので例えばね、おもちゃをいろんなとこ置いとくから、おもちゃを持ってきて遊んでって言って遊んでくんなきゃ怒る、でもおもちゃをちゃんと片付けといて遊ぶ時だけ出せば別に問題がないわけですよね。なのでワンちゃんたちからすると、何かしてほしいことで請求する、請求が通れば吠えたりうなったりとかも増えていくし、また思い通りにならなければ癇癪を起こす子もいるんだけども、でもそれは人の方がちゃんと管理していくっていう部分で、見えてるところでやっぱり期待させてそれに応えられないから、ワンちゃんたちも機嫌が悪くなってくるみたいなところはあると思うので、一番はやっぱりワンちゃんにとってちゃんとそこがね、理解できるような環境にしとかなきゃいけないんじゃないかなって個人的には思ってます。なので例えばね、触ってってワンちゃん来て触ってあげないと怒るんだったら、人が触る気のない時にはワンちゃんをちゃんとね、ワンちゃんのお部屋のところに戻しておくとかね、そういったことをしてあげると、やっぱり期待することがワンちゃんもないから裏切るっていうことも減るので、そういった行動ってなくなっていくんじゃないかなって思ってます。本当に嫌なこと、例えば爪切りするのに怒るとかっていう場合は、もちろんね、本当にもう爪が伸びてきちゃって本当に切らなきゃいけないとかっていう時には、もちろんね、動物病院さんとかね、あとはトリミングサロンさんとかでやっぱり抑えてもらってパパって切るしかないんじゃないかなとは思うんですけども、でもいつもそれじゃなくって、まずは触られることが苦手なのかもしれないし、爪切りだけじゃなくてね、もしかしたら抱っこされたりとか、高い台の上に乗せられたりとか、制限かけられるだけで嫌なのかもしれないので、まずは一つ一つ丁寧に原因を探ってあげて、慣らしてあげるっていうことが必要になってきますので、無理やりやろうとせずに、ワンちゃんに対してどこから慣らしていったらいいのかなっていうのをトレーナーさんと相談しながら練習していくっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。はい、というわけでね、ワンちゃんが人に対して何か要求してくるときには、その要求をしたからそれが叶うわけじゃないんだよっていうのを教えていかなきゃいけないので、そもそもね、要求されるような環境を作らないっていうのと、あとは例えばね、お散歩行ってないから吠えるで、吠えるからお散歩行ってあげるとかってなると、やっぱりワンちゃんたちがすると、それを顔を通そうとして吠える、吠えても行ってくれなければ服引っ張ったり飛びついたり出てくるので、きちんと運動さえしてあげれば抑えられる行動もあったりするので、ぜひね、ワンちゃんに対しての要求ってのはしてきたから答えるわけじゃなくて、その前にある程度満たせる部分は満たしておいて、変に期待させないように環境を整えておいてあげるっていうのと、苦手なことに関しては無理やりせずにトレーナーさんに相談して、ちょっとしたところから慣らしていくっていうことをしていって、嫌だから怒るんだったら嫌じゃなくなるようにね、ちょっとずつやってってあげて、慣らしていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ちょっとずつ時間かけて、ワンちゃんね、別にバカにしてるわけじゃないですよ。目的があって何してほしいって言ってるか、もしくは大体嫌だよって言ってることが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんの行動にね、目を傾けてね、ちょっとずつちょっとずつ解決に持っていってみてはいかがでしょうか。
まーりー